どうも、内山美恵です。今朝の4時50分ぐらいなんですけども、じゃーん、そう、海、今回ですね、ちっちゃい声で喋ってるんですけど、釣りするところに来ていて、釣りをしていこうと思います。で、朝の5時から釣りをして、どれぐらい釣れるのかやってみたいと思います。私まだまだね、全くの初心者でございます。はい、初心者イコール釣りの技術がない、そんな中でも釣りをちゃんと楽しみたいんですよ。となると、もう朝の5時から気合を入れて5時間、これもう目いっぱい釣りをしたら、さすがの初心者でもこう釣れるんじゃないかと思って、今回は頑張っていきたいと思います。初心者でね、技術がないんだったら、とにかく努力で頑張るしかないと思ったので、朝の5時スタートで10時まで釣りをしていこうと思います。そう、技術がないんだら、忍耐力と努力とやる気でカバーをすればいいんです。はい、その中で釣りをして覚えて、だんだんね、こう技術を上げていけば、もっともっと楽しめるんじゃないかなと思います。じゃあ早速支度をしてやっていこうと思います。5時になりました。それではレッツゴー。ただね、ちょっと今ビビってるのが、ちょっと朝の5時前に来てるもんだから、1回目でやった時の家族連れとか、こう子供たちとかがいなくて、本当に周りが上手そうな人がいっぱいで、ガチ勢ってやつ、そんな中でなんかちょっと初心者が混じっちゃってるから、ちょっとなんか場違いかなと思うんですけど、頑張りたいと思います。よし、それでは第一投目いきたいと思います。もうすでに引っかかってる。よいしょと、いきます、いきます、てか、いってらっしゃい、いく、せーの、さあ、いってらっしゃい、よいしょ。あ、海って深いのね。お、止まった。どこなんかすごいバタバタ言ってる、海がバタバタ言ってる。餌なくなった。ビビビンってきた、いとビビビンってきてる、多分。島台か、コメントで石台って言われたっけ、どっちなんだ。なんだ、ゲット、ゲットしました。あら、わからん、あ、取れた。あ、危ない、イエーイ、あー、よかった、2投目でいけた。うわ、早朝と夕方が活性がいいんでしたっけ、なんか釣りやすいよみたいに聞いたんだけど、でもよく考えたらさ、人間もさ、朝ごはんと夕飯って割とお腹空くじゃん。ってことはやっぱその昼間の10時とか3時とかって言われたら、おやつ程度しか食べないじゃん。だからそう考えたら、なるほどなみたいなね、納得した。めっちゃ食べるじゃん魚、すぐ空っぽ。ちょっと練習してみようかな、ここら辺で。うわ、すっごいめっちゃ寄ってくる。ちっちゃすぎて針食べれないのかな、もしかして。なんか引っ掛けられそうな気がしない？ちっちゃい頃昔フグ引っ掛けてこうやって釣ってたな。あれ釣れた。え、やったあ、フグだし、案の定フグ引っ掛かってましたわ。あ、なんか引っかかった。あ、来た。釣れた。2匹目ゲット。あ、ちゃんと食べてる。やった。なんかね、適当にヒュッて引いたらガツンって来てくれて、なんかびっくりしました。やったね、2匹目ゲット。いて。あ、痛くない。ちょっと、あ、痛いわ。よし、2匹目ゲット。よい、アイシマダイ。はい、かわいい。
そろそろ海底深く埋めてみようと思う。うわー、引いてる引いてる、すごいぞすごいぞ。わあ、引いてたのにいなくなっちゃった。あー残念。なんだかんだ5時、あ、56分になった。今までとね、全然ね、引きが近かった。ドクンドクンドクンみたいな感じで、え、今までで一番大きいかもしれない。やったー、すげー、ツルツルしててキラキラしててオーロラみたいにしててめっちゃ可愛い。豆味ゲットー、イエーイ。ちなみに今の時間が6時、多分ね1時間ちょっとぐらいで豆味1匹ゲット、イエーイ。ツーショツーショツーショット、ティリティリー、ありがとうございます。おとなしくしてるとあれだから、こう餌フリフリ作戦に出ますわ。餌なくなっちゃったから買い足しに行かなきゃいけない。おおお、なんか今ね入れた瞬間ねブクブクブクーンってきた。あ、音沙汰なくなった。あ、いるかも。急げ急げ。あ、音沙汰、あ、あるかも。釣れました。これなんだろう、カマス。あ、やったー、カマスだそうです。ありがとうございます。やったー、カマスゲットです。これ次釣った時に分かんなくなんないようにちゃんとこれ残しとこう。自分で動画見返そう。お決まりの、はい、ツーショット、はい、ツーショー、イエーイ。はい、餌フリフリ大作戦は成功でしたね。え、あれあれ、え、なんか釣れてる。ちょっと待って、なんか釣れてた。うわ、イエーイ。これ何、あ、釣れたっていうか引っかかったんだ。私が魚フリフリ、あ、出ない、餌フリフリ大作戦したらなんかすごいヒレ、何、どこ、これ釣りました。なんでだろう、海水があったかいからか魚がすごいぬくもりがあって生きてるって感じ。はい、釣れました。ウミタナゴっていうらしくって、すごい優しい方が教えてくださいました。なんか釣りしてる人ってなんかもう優しい、なんか心があったかくなります。ありがとうございます。食べます。なんかビクビクって言った気がするんだけど、いた、なんか釣れた、釣れた、来ました。またなんだこれ、島だい、釣れた。なんかちょっとずつ分かってきたのは、魚によってこのなんか震え具合が違うっていうことが分かってきました。シマダイは優しいね。あ、ちゃんと食べて釣れてる、今回は。よかった、シマダイゲット。いや、これで食に困らんすね今日は。はい、あったかい、ゲット。やっぱあれだね、そろそろ狙ってる豆味とか行きたいっすね。チャイムが鳴ってる、ちょうど7時だ今。ってことは釣り始めてから2時間です。2時間の成果は2、3、4、5、おお、それでも2時間で5匹釣りました。ここからどうなるんだろうね。いや、なんだろう、アジだといいな。なんかついてる、なんかついてる、来た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 、釣れた釣れた、来た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 、アジ来た。ダブルで引っかかってる。来たー、アジ2匹目、やったー。ここで餌がなくなってしまった内山。
あとまだまだ3時間ありますので、1回これやり終わったら餌買いに行ってきます。すぐ近くに釣り具屋さんがあったんですけど、なんかすごい優しく教えていただきました。やっぱりね、この匂い付きのフルーティーな方がすごい人気だよって教えてもらったので、前回と同じ餌になりました。今7時半ぐらいなんで残り2時間半ですね。頑張ります。まだ2時間半あるから結構使うよね、きっとね。いってらっしゃい。でも私どっち利きか正直分かってないんですよね、自分のことが。あ、でもこっちの方が左手でスマホいじったりとかするから楽っちゃ楽かもしれない、こっちが空いてるから。そうだな。あぶね、なんか根が硬っぽい感じがした。今なんかめちゃくちゃ軽いんだけど、どういうこと？切れてなくなっちゃった。なんでだろう、寝がかったってこと？じゃじゃーん、買ってきました。絡まった時用にこっちは買ってたんだけど、こっちの重りの方がなくって慌てて今買ってきました。重りをちょっとカゴを大きくしてみたんですよ。ただそうするとこれが細いから切れちゃう確率も上がるかもしれないんだけど、なんかねシューって下に早く下げたくって、あといっぱい入れたいからちょっと大きいのにしてみました。これも予備買ってきました。じゃあ残りやっていこう。来たか。え、竿先見えてる。来たかもしれない。いや、何が来る何が来る。なんだなんだなんだ。あ、光ってる光ってる光ってる。あ、動いてる動いてる。なんだなんだ。来た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 、釣れた。やったー、よっしゃー、足来た、やったやった。お、オートで外れた。プルプル感触、イエーイ。いやー、今までの中で一番、おお、今までの中で一番大きいかもしれん。サメアジゲット。まあ、金品にすると原価継ぎ的な感じ。やっぱ、針とか重りとか大きくして正解かもしれないね。針も新しくしたし、もう速攻来ました。イエーイ。はい、ツーショット。はい、ふいふいふい。あ、まだ買ってきました餌。あの新しい、これ何ですかね、重りっていうんですか。全然全然なんかカゴを、これいいんですか、お借りして。いや、ませんか。 ありがとうございます。付け替えていいですかっていう感じで付け替えていただきました。え、これ、え、ちょっとこれでやってみます。今日は釣れないですね。今日釣れない日ですか。全然釣れない。あ、そうなんですね。あ、なんか動いてる。あれあー、釣れてなかった。お、来たかも。動いてるかも。動いてますよね、これ。動いてるわ。来た。来た来た来た。なんだろうなんだろうなんだろう。あー、釣れてほしい。もうかれこれね、9時前なんですよ。なんだろう、来たかも。来たかも。来てる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 。え？あー、いなくなっちゃった。あー、惜しい。え、ちゃんと食べてなかったってことかな。あー、残念、悔しい。今9時になっちゃって、もうね、全然こうまったりフィッシングライフみたいな感じになっちゃってますやばい、残り1時間を切ってしまいました。8時過ぎてからもうめっきりですね。花はいるんだ、諦めるな。残り30分、やばい。もう本当に時間帯って大事なんですね。後半めっきりですね。はい、時間的にもこれがラストかなと思います。いれば多分これだと釣れると思う。え、上にいるアジが。だから食わねえんだ。残念でしたこれも釣れなきゃ無理、釣れない。さあ、本日の成果を発表しましょう。じゃーん、アジが3匹、この子が1匹、でその子が1匹、シマダイが3匹、合計で 1,2,3,4,5,6,7
8匹釣れました。はい、お疲れ様でした。というわけでね、時刻は10時過ぎるまでやったわけなんですけど、いやー、最後はねなかなか頑張ったんですけどできなかったです。はい、初心者なりに第2回目の釣り動画だったんですけども、5時間頑張りました。あー、お疲れ様ですね、これで、まあ、今回ねちょっとまだまだ回数は短いんですけど、こうやってね5時間と初心者の中ではたっぷりできたので、まあ、ただちょっとまたあれだね、時間帯っていうのがあるそうなので、また次回ちょっと考えなきゃなと思います。次までにいろいろ作戦練りたいと思いますね。作戦が思いついたら動画にしたいと思いますので、コメント欄でいろいろ教えていただけると嬉しいです。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンとまだの方チャンネル登録お待ちしております。ツイッター、インスタグラムいますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。よかったら関連動画や釣り再生動画できましたので、他の動画見に行ってください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。